エリアス・リオン・ロートは、フィンランド対抗国において活動した、著作家、医師、植物学者、文学者、言語学者、フィンランド語学者であり、フィンランドの民間説話の収集家である。ロン・ルートとも、トゥルク・アカデミーで学び、1872年、古代フィンランドの神についてと題された論文で、哲学の博士号を取得。 リョン・ロートは1831年に設立されたフィンランド文学協会の援助を受け、フィンランド東部での交渉民話の収集を行い、これを1835年に彼らとして出版した。その後さらに調査範囲を広げて新たな資料を加え、1849年2月28日に彼らを発刊した。この彼らの出版はロシアに支配されていた。 フィンランド人のナショナリズムを刺激し、1917年に独立を達成する原動力の一つとなった。また、フィンランド語、スウェーデン語辞典の編纂でも知られ、その後のフィンランド語の発展に大きな影響を与えた。ユーロ導入まで用いられていた500フィンランドマルカ、紙幣に肖像が描かれている。1853年から1862年にかけて、 ヘルシンキ大学教授としてフィンランド語を研究し、教育者としてもフィンランド語の普及に貢献した。1863年、賛美歌委員会に加わり、フィンランドの賛美歌の詩の改革にも携わった。自ら多くの作詞を行い、さらに作曲も手掛けた。ルーンルートは、植物の学名で命名者を示す場合に、エリアス・リョンロートを示すのに使われる。 ありがとうございます。